はい、こんにちは、スクキワカメと申します。それではヴァンガードディアデイズですね、続きをやっていく前に、すいません、ちょっと告知がありますので、告知動画の方をご覧ください。どうも、なんちゃってヴァンガードファイターくきわかめです。動画の途中ですが告知させていただきます。 X の頃からですね、僕とファイトしてみたいっていうありがたいコメントを書いてくださる視聴者さんがいらっしゃいまして、いつかそういう機会を設けられたらなと思ってたんですけれども、今回ね、本当にやります。くきわかめとフレンドファイト企画、視聴者さん参加型になります。もう画面には告知画像出てるんですけれども、一つずつね、順を追って、ご説明いたします。ヴァンガード X ディアデイズくきとフレンドファイト企画、開催日時は2023年1月2日月曜日の予定です。すいません、皆さんね、いろいろ予定があると思うんですけれども、一応ね、僕の仕事の関係で、まあ、この日が一番都合がいいかなという日時になっております。で、時間ですね、これに関しましては、応募をいただいた方の人数とかにもよるんですけど、基本的には午後の12時ぐらいから、スタートを予定しております。で、応募方法ですね、時間やパスワードのやり取りがありますので、すいませんが、今回は Twitter からの応募に限らせていただきます。で、同じこの告知画像を載せたツイート、僕のプロフィールに固定してありますので、そちらのツイートの方にですね、参加しますっていう、参加表明と、それと X か Dear Days か対戦を希望されるタイトルの、記載をお願いします。まあ、例としては X で参加しますみたいな感じですね。で、応募締め切りですね、2022年12月の24日土曜日、まあ、クリスマスイブですけどの22時までとさせていただきます。そして最後に注意事項なんですけれども、まあ、万が一にもね、ないとは思うんですけど、応募者希望者の方がね、多数の場合はすいません、抽選とさせていただきます。逆にね、もし応募者ゼロの場合は恥ずかしいので、24日になる前とかにね、下手したらもう当該ツイート消しちゃうかもしれません。で、何人の方とね、ファイトすることになるかわからないので、すいません、お一人様は基本一戦一本勝負でお願いいたします。それとこの企画は動画配信ではないんですけれども、一応ね、いつもディアデイズとか録画してるのと同じように実況っていう形で画面のこっち側ではね、喋りながらやってますので、もし参加者様の許可が得られれば、後日フレンドファイトの実況動画として投稿させていただきます。それと、多分クロスプレイっていうのがね、ヴァンガード対応してないと思うので、改めてお伝えしておきますが、僕の X はですね、プレステ4で、ディアデイズはスイッチになりますので、その辺お間違いないようにお願いいたします。というわけで、たくさんのご応募お待ちしております。というわけで、長い告知になっちゃいましたが、本編の方に戻します。で、じゃあストーリーの方ね、やっていきましょう。で、先生からね、アドバイスいただいて、ちょっとね、デッキをいじったので、見てみます。どのデッキを見る？あんまりね、入れてないで、あんまり変わってないんですけど、グレード1の、どの子だ？なんか、食べ過ぎ注意、何がしちゃん。この子ですね。これがリアガードで、リアガードをブーストした時限定なんですけれども、山札の上から1枚見て、上か下に置けるっていうね、かなり汎用性が高い、どのタイプのデッキにもね、入れられますよってことだったんで、この子を1枚刺してみました。で、他の先生からもね、言われたのが、まあ今、アレスティエル軸作ろうとしてますけど、いかんせん枚数が足りてない状態で、それまではね、このカイリジャン軸にした方が、安定すると思いますっていうことをですね、結局ペルソナライドがあるのに、この1枚のね、アレスティエルだとそれが全然有効活用できないっていうことなので、だからまあライドデッキにカイリちゃんを入れてっていう感じの方がいいのかな。だからライドデッキに1回設定します。まだこれ多分設定してないんで、これでライドデッキになったかな。うん、なってない。ちょっと待ってくれ、ライドデッキ、ん、あ、これ一回解除しないとダメかな。あ、ですね。なので、まあアレスティエルが 2,3 枚になるまではちょっとカイリちゃんを軸にグレード3はやっていくしかないかな。はい。で、まあ今ね、国欲になんか偏りがちなんですけど、僕の好みの効果的にはね、白欲の方が好みなんで、そのうち白欲に寄せていきたいと思います。あ、ちょっと待って、これで完了して、じゃあストーリーの方ね、行ってみましょう。で、今回ストーリー、ラセン君ね、リベンジかましてやりたいっていう気持ちもあるんですけど、まあストーリー誰だ。はい、メイン VS こっちをね、進めていきましょう。よろしいです。だいぶ突っ切ってきたね。行きます。ヴァンガードでアタック仲良くなってる。ノーガードだ。はい、ゲット。クリティカルトリガー、君絶対積み込んでんだろ。負けた。マサルくん弱いな。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうよ。
本気でぶつかってきてくれてありがとうよ。そうなんですよね、あのチームメンバーになっちゃいましたからね。これで俺ら本当のダチになれたよな。いや、そうは思ってないかもしんないよ。はい。あ、だそうですよ。同志のやつ、こんな強いやつに勝ったのかよ。え？ん？悪い。悪い、変な意味じゃなくてよ。鬼たちがこれからファイトするやつらはどんだけ強くなってんだろうって思って。なるほど。同志の野郎でさえ歯が立たなかった。仲良かった頃はそんなこと考えたこともなかったんだけどな。マサルさん、マサルさん、そんな人たちと戦うのって辛くないんですか？わかんねえけど心のどっかで俺そんな奴らだからこそ分かってくれるって思ってるのかもしれねえ。まあかつての仲間だからね。うん、だからあいつらに勝てばきっと戻ってきてくれる。まあ確かにね、そう示さないとね、こっちがね。そうなりゃめでたく雪月花復活。頼む。俺も頑張るけどお前らも頼んだぜ。うちのダブルエースなんだからな。君もトリプルエースになろ。なんだかうん、恥ずかしいね。よーし、まずは渋谷美香率いる蓮華で、もう一つは文京たつき率いる龍の月。はあ、2チーム、他のチームは東京卍会とかもいいんじゃない？特にその2チームに潰され、マジか。どっちも一筋縄ではいかなそうだね。そういうことだ。マサルさんって強いんですね。うん、俺はさっきお前にファイトで負けたんだぞ。嫌味か、螺旋。あ、いえ、そういうことじゃなくて。だって今からそんな強い人たちを相手にしなきゃいけないのに、だからたった一人でも雪月花を取り戻したいってなかなかできないっていうか。おい、やっぱ嫌味か、ラーセン。あ、いや、もう余計なこと言うな、ラーセン君。冗談だよ。俺よ、雪月花がすげえ好きだったんだ。楽しくて強くてなんつうか毎日が幸せだったんだ。だから取り戻したい、みんなに戻ってきてほしいってわけか。どうだ、変か？いや、変じゃないよ。ああ、変だね。あ、誰？おい、中二病臭いな、また。誰だお前ら。ぶっ潰す。もういきなりそれはやめよ。新しいチームができたって聞いたからな、潰しに来てやったぜ。港黒、あ、蓮華のメンバーですね。いつも春と行動、ん？春と共に行動する。プライドが高く他人をバカにしたような態度をとっている。まあ彼も苦労してたんでしょうからね。消滅希望。あ、かわいいね、春ちゃん。こっち来ない？品川春。蓮華のメンバー、いつも苦労と共に行動する。何を考えてるかわからないミステリアスな女の子。うちのチームに勧誘しよう。お前が来た、マサルか。はあ、確かに弱そうなやつだぜ。苦労なんか捨ててこっちに来いよ。だと？んだと？ただヴァンガードが好きなだけで、雪月花のお荷物だったやつだったような。そんなこと言うな。連戦連敗。ハルちゃんもこっち来い。はあ、どうだ、ミカからそう聞いてるぜ。え、ミカがそんなことをバカにされてるよ、マサル君。お前さ、潰されるのが分かっててチームを組むなんてバカじゃねえの。炎光即月。難しい言葉知ってるね。うるせえ。もう雪月花なんて時代遅れなんだし、復活させるだなんて夢見るのもいい加減に。ちょっと、いい加減にするのはあなたたちの方だよ。は？は？たとえ手が届かないほど無謀なものだったとしても、夢をバカにする権利なんて誰にもない。私が相手になる。お、やる気満々だな。そんなの私が絶対何とかしてみせる。ああ、親切にこいつのことを教えてやったっていうのに。そうか、お前があいつが言ってた一同時雪だな。あいつ？ま、お前もどうせここでオリナに潰されちゃうし、どうでもいいんだけどな。はあ。ファイトついでに夢見るやつが弱くてバカで愚かだった、ん？愚かだってこと。教えてやるよ。
じゃあもし俺が勝ったらハルちゃんをもらおう。神札勝負。ああ、受けて立つ。もし負けたらハルちゃんをこっちもらう。螺旋？あ、どうした螺旋？僕もファイトしたい。負けない。マサルさんの夢をバカにするような人たちには絶対に負けたくないんだ。じゃあ螺旋くんやっちゃってください。お前ら大丈夫？大丈夫、私負ける気しないからいつも強気だな、ほんと。こんな奴らに負ける気しないから。で、クロウの方と戦うのかな。じゃあ行こう。豚骨 D スキルがセットされていません。俺の強さを教えてやる。は、強いんかな。あ、フィールドがなんかかっこいい。グーでアイコですね。グーアイコですね。グーアイコだな。グー勝った。先行ですね。で、トリガーはとりあえず戻すでしょ。これでもカンガーが1枚、どうしようかな。グレード1。この子ってカードの効果見れます？迫力なんだよな。ただブースターとして残しておきたいから、これだけでいいかな。はい。あー、オーダーカードが来た。オーダーカードの枚数何枚入れておくべきなんだろう。ただライドするカード、これあ、でもえ、どうしよう。手札捨てないといけないんだよな。これだったら別に捨てる必要ないから。あー、でもブースターになってもらった方がいいから、ライドデッキから行きましょう。で、捨てんのはオーダーカードでいいかな。なんか使い道がよくわかんないんだよな、バンガードにおいて。で、効果発動、バインド。何が捨てられた？あ、国欲だよ。で、まあフェーズ終了っていうか、もうターンエンドですね。君何使ってんの？え、なんとかケテルサンクチュアリ、かわいいな。バンガードにアタック。じゃあ食らいましょう。ちょっと待ってノーガード。はい、ノーガードドライブチェック。はい、なんかお兄さんだな。ダメージチェック。さあどうするかな。あ、遅刻する子がいっちゃったな。私のターン。で、またトリガーだよ。で、ライドデッキから、え、どうしよう。トリガー取っといた方がいいですよね。え、でもどうしようかな。別にヒール、これ効果、別に効果付きトリガーじゃないから、いいや、この子バイバイ。はい。で、この子も出しましょう。はい。パワーアップする必要あるかな。その単中なんですよね。ガードも多分されないんで、今回発動はしません。はい。で、最悪カエリちゃんで戻せばいいから。で、どうしようかな。8000、一応こっちに出して、さあどうしよう。迫力なんだよな。そうしたらまあこれで殴りましょう。はい。じゃあまずは、でもバンガードから行っちゃう？多分ガードされないから、もうリアガードからでいいや。はい。ノーガード。じゃあ1点食らってください。ダメージチェック。はい、グレード3が飛びましたね。で、ノーガード。ん？何？あ、アタックした時にリアガード1枚選び手札に戻せるから発動します。これでハイリちゃんじゃなくてもいいのか。で、この子じゃあ戻します。ドライブチェック。はい、クリティカルトリガー。フロントだった。パワープラス。まあ何も変わんないからいいや。はい、2点目ですね。彼はトリガー入れてんのかな、ちゃんと。マサル君絶対入れてなかったから。は、
なんだ、何やってんの。ヴァンガードにアタックだ。え、まあこれはノーガードでいいかな。はい、ノーガード、ドライブチェック。トリガーまず入れてんのかどうかが分かんないから、散々人のことバカにしといてトリガー入れてなかったらバカにしちゃうぜこっちも。ヴァンガードにアタック。え、どうしよう、3点までいっちゃおうかな。じゃあ食らいます。はい、ダメージチェック。あ、また何やってんのあの子。スタンド&ドロー。で、じゃあカエリちゃんになります。ドロートリガーいらないな。これで決めましょう。はい、でカエリちゃんの効果ってアタックした時にソウルブラスト1することでリアガード2枚まで選んで手札に戻せる。で、アタックしたバトル終了時、ペルソナライドしてるなら手札から2枚まで選んで前列と後列、あー、連続攻撃ができるよってことか。ペルソナライドしてないんだよな。とりあえずまたこの子を出すしかないですね。はい、で、今回は効果じゃあ使いましょう。はい、んで、さあどうする。ちょっと待ってよ、出せるやつがいないんだよな。え、逆に戻せるし、この2枚出してリアガードも殴っちゃう。あえて攻めていこうかな。ほんとね、もう独学のプレイスタイルなんで、こんなんナンセンスだろって思われるかもしれないけど、これでもね、いっちゃいますもん。はい、で、じゃあまずリアガードでヴァンガードにアタック。え、ガードしてくんの、マジっすか。じゃあこっちでもいっちゃおうかな。1万でしょ。はい、ガードする。あ、インターセプトしてくんの。インターセプト、まあもともとそのリアガードを狙おうとしてたからいいや。で、じゃあヴァンガードにアタック。ガード、あ、で発動します。ソウルブラストは君だ。はい、で手札に戻すのは君と。はい、ノーガードだ。あ、ノーガードな。クリティカルカンガーですね。ドライブチェック、クリティカルドロートリガーだよ。マジか。パワーはじゃあヴァンガードに。パワープラス、はい、え、これが私の本気よ。お、いいね、サムネかわいいよ。で、ダメージ、そうか、今回オーバートリガーがあるからな。ターンエンド、さあどうしよう。あ、なんかいるな。俺の強さの証明だ。何それ。あ、スキルを発動。何何何、綺麗なお姉さんですね。ヴァンガードにアタックだ。ドライブチェックでトリガーユニットが出た時、え、ちょっと待って待って待って、読まして読まして。あなたのリアガード1枚選び、あー、なるほど。で、ペルソナライドはしてないから関係はないけど、トリガー来んのかな今回。これでガードする。1枚しか出ないでしょ。で、次止めましょう。これで2枚は来ないと信じてガード。ドライブチェック、はい、出ても1枚でしょ多分。ドライブチェック、はい、出ねえのかよ。じゃあ次食らおう。はい、あ、ターンエンド。あ、カイリちゃん強いんだ結構。で、ライドもクソもないからライドフェーズは終了で、君もカンガーだよね。カンガーだよね。はあ、どうしよう。とりあえず出すのは、まあこの子をまた出しまして発動します。はい、
でさっきと同じようなことをするしかないかな。どうしようかな。彼女迫力なんだよな、迫力なんだよな。さあどうする。8000打点、8000はブースターで欲しいんで、で、あ、これで前列後列入れ替えよう。ちょっと待ってよ。で移動、はい。でまたこの2枚を戻します。じゃあこれで殴りましょう。はい、じゃあリアガードこっちから、はい、ノガード、ガードすんな結構。マジか。え、どうしよう。鳥が来てくれればガード。あ、やべ、ちょっと待ってよ。あ、でももう一回出せんのか。なので、はい、で手札に戻すのは彼女と、まだ攻撃してないけど戻しちゃおう。ノーガードだ。あ、ノーガード、ちょっと待ってよ。トリガーでまた考えじゃない、あれオーバートリガー来た。ちょっと待って、プラス1億1枚しかできない。てかなんか前回1枚しかしてなかったと思うんですけど、1億じゃみんな強いね。はっ、もう10点ぐらい食らってくんねえかな、こんで。オーバートリガーやめて。オッケー。意外と引けんな、1枚しか入ってないから引けないだろうと思ってたけど。ヴァンガードにアタックだ。え、ん、あれ、ちょっと待って待って待って、え、あ、ペルソナライドしてなかった。え、どうしよう。ヴァンガードにアタックって言ってる。普通にカンガーやっちゃうか。っていうかカンガーしかいないし。ちょっと待って待って、これ効果ありませんでしたっけ。はあ、手札が2枚以上なら、いや、これ最後まで取っときたいな。じゃあ完全ガードでこれでいきましょう。はい、発動で。どうするよ。ちょっと待って、え、普通にカンガーでカンガー捨てちゃう、超もったいないけど。完全ガード、ドライブチェック。はい、君トリガー入れてんの本当に。ねえ、でも逆にトリガー入れないでそんだけ強いってことだもんな。あ、ターンエンドですね。はあ、お、あ、違う、似てるけど違う。はあ、とりあえずライドはしません。で、じゃあキオラちゃん出そう。はい、あ、なんか後ろもみんな1万8000のまんまだな、強くない。でこの子で打点上げよう。じゃあまた、はい、で効果、はい、スキル発動。じゃあなんかみんな強くない。え、リアガードから殴っちゃう。じゃあバトル食らってって37000。手札多くねえか。ノーガードなの、手札多いのに。ダメージチェックだ。はあ、トリガーじゃないね、これすんなり勝てないかな。でバンガードでアタック、カンガーは、あ、あ、やべえ、またやっちゃったよ。でもまあ今回は使いません、もう。はい、うわ、ガード、ドライブチェック。よし、ヒールトリガーだけど相手の方が2枚は出ないだろうな。もうこっちに与えましょう。はい、ドライブチェック、もう後続にかける。はい、手札めちゃくちゃあるんだよな。食らってって56000。ガード、ノーガード、あ、ノーガードですね。ヒール光りなければダメージ、どう、よっしゃ、勝った。
口ほどにもなかった。じゃあハルちゃんをいただこうか。ハルちゃんだっけ。あ、ポイントすんごいもらった。じゃあ最後パック買おう。ありえねえ、俺たちの負け。ありえねえ。トツトツ怪人、難しい言葉知ってんね。しゃあどうだ、見たか。約束だ、ハルちゃんをいただく。やったな、これがうちのダブルエースの実力だ。面白い面白い。だったら対抗戦で決着をつけてやる。対抗戦、どういうこと。対抗戦、おい明日ブレイクショットまで来い。何、どうだ、本当に強いのはどっちか決めようぜ。いや今こっちの方が強かったんじゃない。望むところだぜ。何望んでんの。楽しみにしてるぜ。何楽しみにしてんだよ。我ら勝利。え、はるちゃん、え、わり勢いで決めちまった。わり、お前ぶん殴るぞ。大丈夫、遅かれ早かれそうなるんだし気にしてないよ。優しいね。マサルさん、そうですよ。それよりマサルさん、うん、俺なら大丈夫だぜ。あんなこと言われて夢を諦めるマサル様じゃねえってことをこの雑魚。行くぜ、明日のファイトで証明してやる。まず鳥が入れよ。マサルさんその息ですよ。けどミカのやつ、あんなやつらと仲間になってたなんて。どうして。雪月花に行った頃のあいつからはとてもじゃねえけど考えられねえぜ。なんか操られてんじゃない。一体何があいつを変えちまったんだろうな。リバースしてんだよ多分。それは本人に直接聞くしかないね。はあ、オッケー。じゃあまあいい時間になってきてますけど、ポイントがね、あ、ハルちゃんと戦える。で D スキルなんか獲得しましたけど、今回この週ではね使わないって決めてるんで。でカードももらえた、かっこいいな。なるほど。でじゃあパックをね買いに行きましょう。店長、パックを、パックをください。パック購入。どのパックを購入します。で一応ね先生のアドバイス的にはこっちでなんかグレード4のカイリちゃんが出るらしいんですけど、やっぱりねまだ必要なカードアレスティエル軸作るにはちょっとこっち買っといた方がいいかもしんないんで、こっちを買います。でマックスいっちゃいましょう。じゃあ15パックランチパック購入します。何が出る。でまた強いやつ出てたらすいません教えてください。何にも勉強してない。はい、なんかすごいの出たんじゃないこれ。あ、ゴースト軸ですね。なんかこれがちょっとなんだっけ、ペールっぽいんでしたっけ。はあ、かわいいね。この軸も作りたいな。はあ、なるほど。え、なんかあんま出てない。あ、なんかすごいオーバートリガー出た。アイドルですねめっちゃ。ただこれ効果ってみんな同じ基本。何を入れてもいいのかな。でこれ国欲じゃないですね。リアガードに登場した時にソウルチャージしてブーストを得る。あ、じゃあグレード2だけどブーストできるんだ。はあ、これはいいかもな。なんかあれみたいですね。あの歌姫のバミューダのグレード2とかなのに。あ、また出たな。はあ、翼あるね君ね。え、アレスティエル全然出ないな。国欲かな。あ、でさっきのゴーストの子ですね。はあ、あ、また出たね。いかんせんカードの種類が多すぎてメーテのやつが多分なかなか出ない。ちょっとね15パックあるんでサクサク開けてこう、時間がね。あ、また君か。え、完全ガード多くない。なんかちょっと待って、ちょっと待って。え、あ、アレスティエルじゃない。おいおい、あ、出ましたね。一応2枚目。これはじゃあデッキ入れよう。はあ、なんなら、あ、またカンガーなんだけど。でやっぱり手札が2枚以上なら、ああ、だからやっぱ手札が2枚以下、1枚だったらこれだけでガードできるってことでいいのかな。その状況にまだなってないから分かんないんですけど。はあ、またさっきの子だな。え、もう1枚アレスティエル出たりすんのかな。
てかグレード2のアレスティール出てなくない？え、ちょっと注意して見ておこう。え、レアリティがどんぐらいのカードなんだろう。そもそも君じゃないんだ。え、まあ次回ね、またちょっとある程度デッキをいじった上で、これ国欲じゃない？国欲ですね。ソウルブラスト3もすんの。グレードが偶数のあなたのリアガード2枚につき、相手のユニット1枚選び、その単中マイナス5000。はあ、だからさらにマイナス値を大きくできるって感じかな。相手は攻撃0以下の自分のリアガードを全てを山札の下に望む順で置く。ああ、強いな、でも。え、国欲軸の方がいい？今何パック当ててんだろう。え、ちょっと待って、ちょっと待って。またカンガーだな。え？アレスティエルのグレード2って、出てない、出てなくない？マジで？はあ。え？本当に出てない。本当に出てないの？あら。オッケー、じゃあまあアレスティエルのグレード3が出たんで、またねデッキ調整した上で次回、スタートしたいと思います。というわけでね、告知させていただいた通り、クリワカメとフレンドファイト企画やりますので、ぜひご応募いただければと思います。それではここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバイ。